はい、どうもこんばんは、ロスティです。さて、無事つべ祭の方も終わりまして、まあ喉も枯れながらも終わった記念というのもなんですが、実況を1試合だけ撮っていこうと思います。またなんだかんだで結構回線が悪かったりと、本番中は回線悪かったというよりはなんか突然飛ばされたりと、なんかよくわからないエラーじゃないのかなとかに見舞われて、まあ結構迷惑をかけてしまったわけですが、まあそれはそれということで、十分今回は楽しい時間をご提供いただくことができましたし、実際私も楽しい時間を過ごすことができました。ということで今回は、DO2 でこのまま実況を撮っていきたいと思います。次回はちょっとコド4にでも戻ろうかと思っているんですけど、その時はまたプレイ動画ということでお願いいたします。今回行くのは、グランドワード、いつも通りですね。グランドワーから、スナイパーライフルを使用して、動画を提供させていただきます。なんか声がちっちゃかったりしょげてたりするのもなんか少し疲れ気味で、喉もカラカラで枯れててちょっと結構頑張ってはいないけど、なんか頑張ったなと思う、結構笑えた、笑うこともできて、いろいろと、さて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 、始まらない。ちょっと待ってくださいね。いやー、まあ特に話すことはありませんが、今日は皆さん、来ていただいた皆さん本当にありがとうございました。それとまた機会があれば同じような企画もしてくださるそうなので、その時はまた皆さんよろしくお願いいたします。ということで、どうなんでしょうね。まだまだ頑張っていけると思うので、これからもっともっともっと、あれ止まった、やばい、フリーズした。これからもっともっと成長していきたいと思っています。本当成長できたらいいなと。よし、まあ、チームレスマッチでいいでしょう。ちょっとグランドは繋がらないので OK です。さてランダムでいきましょう。今回はマッパー指定しません、ランダムです。何があってもランダムレベル進みました。なんかカスタムがおかしいぞこいつ。まあいいや。今回使用する武器は DSR とDSR50 バリスティック CPU エクスインデクリップの、エクスカジョナーライトウェイトハードワイヤードデクストリーデクスんなんだこれデクスタイんまあいいや、読み方が分からなかっただけである。突然見た感じだったから。あとはコンバットアークスフラッシュバンが2個と、その他エクスカジョナーは、カスタムなし、ワイルドカードもなしということで10個ぴったりのカスタムです。いやーめんですか。ここは結構苦手な部類に入るんですよ自分やっぱり。何かと立ち回りがわからないというか、狭い場所での戦闘を結構強いられることが多いので、遠距離を保つ立ち回りは実際不可能なんですかね。味方にうまくついていって戦わないとすぐ死んでしまうという現状がありまして、開幕ということでセンター抜けたいと思います。まず自分からの視点からしてみると、ここで一旦張って、うわまさかですね。少し判定ラグっているのはもう気にしちゃダメでしょう。あ、いたまだいたのかよ、なんでやねん。 We've lost the advantage. Transitioning. 早速リスが反転したか。サカタラドゥ。 Be advised, hostile UAV incoming. これは怖い。狙いようがない。もうちょっと強くなりたいですね。やっぱりやるからにはもうちょっと成長したい。いや当たらない。っていうか狙えない。
手も疲れたし。サカタラドゥ。結構何もかも疲れた。エクスカージュのアジス、中身ショットガンですもんね、あれ。よし。あ、やばいな。これでこっちがトップってどういうこと。グダド 90% 超えてるぞ今。グダドです、あくまでグダド。グダド、なんか言いにくい。グダド、うん、自分の実況動画は毎回何かしらとグダるので、うわー、まあ練習なし、全く音も聞いてないプレイということで、その程度だと思っていただいた方がいいです。それと、そうだな、自分の特徴なんかあるかな、一つ特徴、結構スナイパーが多めです。スナイパーが多めなことと、あとは、あー、これはきつい。あとはやっぱりグダドですかね、うん、何回もグダドというものを定義してますが、要はどれだけそのグダったかですよ。グダグダな試合を撮影すればするほどポイントは高くなります。つまり自分の動画はグダった方が価値があると、なんか自分で言ってて悲しくなるな、これ。なんか俺自分にグダれって言ってるもんじゃねえか、それ、うん、まあ一人で乗りツッコミするな、これ。うわー、え、何今の。まあいいや、一人で乗りツッコミするのはこれぐらいにしておいて、行きましょう。まだまだ敵はいる、まあ、ほぼ負けが。ほぼ負けが確定している点は気にしたら終わりなので、そんなこと気にせずやっていきましょう。あー、もうちょっとやっぱり、BO2 の方はまだ慣れてないと。おっ、慣れてないという点もあるので、まだまだやっていくんだ、もうやっていくんだよ、とにかく、うん、結構疲れてやけくそになってるけども、う、うん、とにかく実況やけくそになってるけど気にしないでやっていく。とにかくバスじゃね、バカ数どっちでもいいや、もうバスでもバカ数でもいいから、もうとにかく試合数やって少しでもエイムを育てていこうと思っているので、皆さん何とぞご協力を。ああ、終わっちゃった。14-18、うん、ダメだな、うん、本当俺ダメだな、 BO2 だけは、うん、やってて思うよ、ダメだ。まだまだ練習不足ですね。いけるときはいけますけど、やっぱりダメだなと思ってしまう、このクソエイムと実力のなさ。自分で言ってて納得だよ。悲しいけど納得だよ。うん、今回はじゃあこの程度か。うん、この程度かな。ちょっと自分も疲れ気味だし、完璧に、もう疲れ切ってるって言っていいかな。うん、そういうレベルだから、とりあえず今日はここまでにしておこう。うん、また次回は近いうちに、そして明日はエピソード5を上げさせていただきます。よし、他にと言ったらあれなんですけど、フレンドの方と
BF3 のデュアルタージュですかね。デュアルタージュの方を制作する計画が立っておりますので、そちらの方もどうぞお楽しみにしておいてください。ちなみにあの PC 版の BF3 ですね、 BF3 のモンタージュになります。友人と2人で頑張って制作クリップ集めて作ろうとしていますので、そちらの方もよろしくお願いします。そしてまたできたら BF3 の方の実況も撮らせていただきたいと思っていますので、そちらもまた楽しみにしていただけると光栄です。それでは、長い間ですがありがとうございます。長い、なんか終わるみたいだな、本当完璧に終わるみたいな、これじゃ本当10分間の実況でしたが、ありがとうございました。最後まで視聴していただいた方、そしてつべさいを最初から最後まで見ていただいた方、本当感謝の限りです。それではまた次回お会いしましょう。では。